遅かったじゃないか。心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた。ハントの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか。痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けと共に攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。先生、巴の件ですか。豊玉におるあやつの旧兵を片付けておかねば。後ろから襲われてはかなわん。酒井。その弓頼りにしております。巴が気がかりです。我らで範を打つ。巴の助力など枯葉のように儚いものよ。先生、感謝しております。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか。この世に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんわ。お頼みを聞いてください。ありえないだろ。女房の友人のいとこが見た。ジン。ご一族の仇を追うさなかですが、今が藩を討つ好機。奴は夫を殺し、二人の息子を奪った。私も藩を葬りたい。天誅を下しましょう。その後に犯人探しを続ける。助立ちいたします。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。いよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。鷹のためにも。頼むぞ賢治。先で女が行方知れずになってる。志村様が正しかったと思う。クロード。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたよ。ほどこにしなきゃ村に戻れなかったくらい。
全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや。俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も旧兵も定められた場にある。さあ参ろう。社会皆の者、武運を。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。全てなで切れにしろ。
うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちはダイモンを攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。兵の相手は任せな。みんな声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え、酒井様に続くのだ。クロードに続け。屋根に登らねば。敵陣を見渡し、ハーンの居所を探る。ペルディオ。え？
legion har sinta. くだらなかったからな。和平にも応じず、己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。Tsushima が己の墓場だ。
せ。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば誠の平和は戻らん。猛虎が去ったらどうなるんだ。また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。お主は誠の勇士で誠の友だ。野党だけどね。それは過去だ。明日の己はお主が決めろ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちるしんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。
タカを思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけどもう一人きりだ。そうではない、俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。カラスが群れをなして南へと向かう。叔父上はまだか。船着き場で待とう。叔父上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば猛虎の残党を打ち払い、島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても、ついてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよ、本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。
猛虎は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより後妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったよ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は？上学へ。クロード様の税がいるので。税がおるのか？ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。上学までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。猛虎にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。税などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は神戸を垂れるのだろう。クロードの名のもと背を向けるのです。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのだ。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所。坂井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし。己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を見上げに。その首は我が戒めだ。
これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。分かるる縁と知ればこそ。メイドの蓮に出で会うるかも。母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。
ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。辛かったろ。いや、なすべきをしたまで。とにかく生きててよかったよ。ハーンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られる以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろうな。雅子殿はどこだ。一族の仇を追ってる。手を貸すって言ったら軽く言いなされたよ。お一人では危ういな。探してみよう。ノリオと話したか。まだ人手が足りないって言ってた。ユリの身が気がかりだ。憂いに沈んでおる様子だった。今は誰もが憂いてる。お主とは大綱での用を済まさねばならんな。そうさ、忘れないで。あんたが津島を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。